そのトウモロコシにですね、革命が起きたんです。どうぞ。今年から売り出されるトウモロコシの新しい品種の未来、このトウモロコシの起こした革命とは、とてつもなく甘いということ。ではどれくらい甘いのか実際食べてもらいました。いや甘いです。かなり甘いですね。なんか面白いと、まさに泣く子も黙る甘さ。黙った実はそれもそのはず、夏のフルーツの代表格、桃やスイカと糖度を比べてみると、桃が 9.1 度、そしてスイカが 9.8 度と10度を下回ったのに対し、この甘い未来はなんと 17.3 度、桃やスイカの2倍近い甘さだったんです。さらに機械は信じられないという方のため、 100% ジュースを作り、目隠し、鼻栓と色、匂いの先入観なしで甘さ対決を行いました。さてその結果、最初1番ですね。1番でした。一番目だと思うんですけど、結果は30人中27人がトウモロコシが一番甘いと答えるトウモロコシの圧勝だったんです。でもちょっと待ってください、トウモロコシをこんなに甘くする必要はあるんでしょうか。いや、もちろんその甘くしようと思ってたんですが、我々自身もですね、こんなに甘いのが出てくるかっていうのは非常にびっくりしてですね、新しい甘さのフルーツっていうんですかね、まあ、そういうキャッチフレーズでも十分大丈夫だなというふうに思ったんですけどね。作った本人まで驚いてしまった甘さ、すでに果物と化したトウモロコシです。となると気になるのは食べ方。まあ、ズバリ申し上げますと、一番おいしい食べ方は生でいただくことだと思いますね。あら、なんと生で食べるのがおいしい食べ方なんですね。早速生で食べてもらいました。あ、こっちの方がおいしい。茹でてない方がなんか水分があって甘くておいしい。柿みたい、果物みたい。その果物みたいな甘さの未来なんですが、これ生ですよ。いいの、本当に。食べてみてください。どうでしょう。あ、甘い。甘いんですよね。で、これ今三ノ間さん食べていただいてるのも生なんですけれど、生で食べるときにですね、茹でる場合には、従来のようにその10分も20分も茹でる必要はないんですね。ほんの 2,3 分茹でるだけでいいんです。その方が甘みが残るんですね。もうね、汁気がすごくいっぱい。そうですか。そしてこの特徴もう一つありまして、甘いだけでなく、今までのトウモロコシよりもこの皮が柔らかいんですね。歯に詰まらないのが特徴なんです。このトウモロコシ未来、明日7月24日からまず関東の三越デパートで売り出されます。気になるお値段なんですが、1本150円から200円。甘いでしょ。